以前にもこのチャンネルで申し上げた通り、私は何度か転職しており、その中に某発毛専門の会社があります。昔は頻繁にテレビ CM で見かけていましたが、最近はめっきり見なくなりました。この会社は脱毛状況にもよりますが、確かにハゲた状態から完全に発毛させることを可能としてきたのです。普段の食生活に関するアドバイスなども徹底していたので、それはそれで評価できる会社ではあるものの、やはり高額であったためトラブルも絶えませんでした。その後、世間では様々な発毛育毛剤が発売されたり、また個人輸入などによって安価な内服薬が手に入るようになり、発毛自体が困難なものではなくなり、ある意味お手軽に試して実感できるようになりました。ネット販売専門のサイトでは、プロペシアプラスミノキシジルのセットが発毛を実感できるペアとして紹介されており、ネットでも多く拡散されているようです。これらは特に AGA、 いわゆる男性型脱毛症に効果があると言われており、早ければ1ヶ月、通常でも3ヶ月程度で実感できるとアナウンスされています。そもそもこの男性型脱毛とはどんなものでしょうか。アメリカのアメリカンヘアロスカウンシル、いわゆる米国脱毛会議によれば、男性型脱毛症は全ての脱毛の中で 95% を占めるそうです。日本人での割合に関してもおおよそ大差はないと思われるので、つまりこの脱毛症を制することができれば、多くの方の悩みを解消することが可能になるとも言えるわけです。ちなみに主な脱毛の種類には、男性型脱毛、脂漏性脱毛、飛行性脱毛、円形脱毛、美満性脱毛などがあります。などとしたのは、産後脱毛や老化によるもの、またストレス、極端なダイエット、過度なヘアケア等によるものがあるからです。話を戻しますが、男性型脱毛症の影響を受けている人は30歳以下の男性で 30%、50歳以下の人の実に 50% 以上に及ぶとも言われております。男性型脱毛症は男性にのみ発症すると広く信じられていますが、臨床の症状は通常より穏やかで、目に見える症状は異なるとはいえ、女性にも発症します。一般に女性男性型脱毛症と言われます。これはホルモンバランスが崩れ、男性ホルモン優位になった状態で起こるのです。主原因としては生理不順や更年期障害、さらには女性の社会進出によって様々なストレス要因にさらされることで、ホルモンバランスに変調をきたすことによります。各種ホルモンの分泌は感情や活動によっても影響し、外見上にも現れてしまうのです。男性型脱毛症の症状が現れると、頭皮の毛髪および毛根は次第に縮小していき、成人の頭皮で通常見られる末期の毛髪はより短く細い無着色の産毛に置き換わります。それとともに毛髪の成長期の期間が短くなり、旧式にある毛髪の割合が増加します。男性型脱毛には遺伝的な要因が関係するとも言われていますが、その詳細は明らかではなく、多因子性の優性遺伝と見られており、一般的には両親の家系にハゲた人がいる場合、子供がハゲの体質を受け継ぐ可能性は高くなるようです。米国の皮膚科医ハミルトンの研究によると、外部から男性ホルモンを与えない限り、去勢された男性は男性型脱毛症を発症しないということでした。最近の研究では DHT、 つまりジヒドロテストステロンが男性型脱毛症の発症に関与する主要な男性ホルモンであることが実証されました。このような事実に基づき、男性型脱毛症の研究は男性ホルモンの代謝を制御する治療方法に注目が集まっているのです。そして昨今、この男性型脱毛症をかなりの高確率で治癒させる治療薬が発見され、実際に病院などでも処方されている事実があります。
プロペシアなどがそれにあたります。さまざまな発毛に効くとされる他の医薬品やサプリメント、例えばミノキシジルや亜鉛などと併用することで効果をより確かなものにできるわけですが、副作用も報告されているのでその点は注意する必要があるでしょう。風邪薬等にも副作用があるように、どのような薬でも副作用のリスクは存在します。プロペシアの副作用で起こる可能性のある症状は、性欲減退、精液量の減少や肝機能障害、例えば食欲不振、全身倦怠感などといったことになりますが、副作用発現頻度はせいぜい 5% 以下と言われています。またプロペシアはあくまで男性専用の治療薬であり、女性は使用することができません。特に妊婦や授乳中の女性は服用どころか薬に触ることすらしてはいけません。薬の成分が皮膚を通して体内に侵入する可能性があるからです。妊婦への影響として男女の生殖器官の奇形を引き起こす可能性があると報告されています。ここで先ほど出てきたミノキシジルについても少し説明しておきましょう。あの有名な発毛剤リアップにも含まれている成分です。もともとミノキシジルには外用と内服用があり、血管拡張剤として処方されていた医薬品です。それが発毛にも効果があることが証明され、さらにはプロペシアと併用することで発毛のための黄金コンビとも称されることになりました。最近ではこのプロペシアのジェネリックであるフィンペシアなどとミノキシジルのセットが個人輸入だと3ヶ月分5000円強で手に入るため、ネットでもこのコンビで発毛対策に取り組みを推奨しているケースを多く見かけます。私も以前はそのセットでも推奨していましたが、最近少し情報をアップデートしました。プロペシアに次ぎ世界で2番目に飲む AGA 治療薬としてザガーロというものが登場しました。日本でも2016年の6月に販売開始となっており、高い注目を浴びています。ザガーロの主成分であるデュタステリドはプロペシアの主成分であるフィナステリドと同じく 5α 還元酵素阻害薬に分類されます。プロペシアは脱毛の原因を作り出す 5α 還元酵素、いわゆる 5α リダクターゼの2型のみを阻害するのに対して、ザガーロの主成分であるデュタステリドは2型に加えて1型をも阻害します。1型とは側頭部、後頭部をはじめ全身の毛乳頭細胞に存在し、特に油っぽいと言われる人に多いです。2型は前頭部や頭頂部に多く存在し、ヒゲや体毛が濃い方に多いとされています。つまり2型のみを阻害するフィナステリドよりも1型と2型の両方を阻害するデュタステリド、すなわちプロペシアよりザガーロの方が発毛効果はより高いと考えられており、臨床試験においてザガーロ 0.5mg の24週間の内服はフィナステリド 1mg の同様の内服に比べて発毛効果が約 1.6 倍であるとするデータがあります。料金的にはプロペシアのジェネリックに比べると約2倍はしますが、これまでプロペシアで試したけどさらなる効果を期待したいという場合、試してみる価値はありそうです。以上、ご参考まで。